まあ、正直、まあ、今年32歳ですし、まあ、サッカー界ではベテランと言われる年齢にも入っているので、まあ、その中まさか16点取れるとは思ってなかったので、まあ、自分でもびっくりしています。そうですね、まあ、高校生以来のハットトリックをまさかこのタイミングで2回もできると思ってなかったので、まあ、しかも最後ホームで最終戦でできたのはすごく嬉しかったです。そうですね、まあ、たくさんあるんですけど、まあ、2つですかね。さあ今度はベルディダイレクト裏へ小池純喜チャンス、小池だ、ゴールイン、ゴールラインを越えました。得点認められました。あっという間にベルディ追加点。小池選手のスピードが生きたシーンでしたね。そしてシャドウに入る池本はベンチからになりました。さあ入れ替わった、残した、ワンチャンスをものにしました。前半の44分、小池、いや大きな仕事しましたね。はい、なので高い位置でボールを失ってもそこの切り替えが早い分、さあボックス中シュート、いきなり決まった。ベルディ先制、小池の先制ゴール、立ち上がりの4分です。田川が上がっています。シュート、反転シュート、決まった、小池純喜バースデーゴールです。東京ヴェルディ2対1、勝ち越し点が前半終了間際ヴェルディに割れています。奈良から林の胸トラップの落とし、レアンドロから井上だ、井上から中、さあレアンドロ流れていって小池だ、小池シュート、ブロック、いやゴールイン、1点返しました東京ヴェルディ。小池のゴールで2点差に詰め寄ります。佐藤、そして山本リヒト、まあ、この辺りのトライアングル、そして裏への動き林、中央には小池、煽り返す、押し込んだ、なんとか押し込みました小池。ベルディの今の子だって悪くなかったですね、縦につけながら、そしてまた最後に抜け出す井上、井上持っていった、そして中田のクロス、ディフェンスワンダーシュート、フルス相手に小池純喜のゴールが決まりました。1点返しました東京ヴェルディ。柔らかいボール、ファーサイド上がってきて、なんとかディフェンスでクリアした。もう一度こぼれ球、押し込んだ、1点を返しました東京ヴェルディ。ゴール前スクランブルの中から1点を返しました。キーパーの岡本はファウルをアピールしましたが、川野、クレビーニョ、ここはレアンドロが間で受けた、引きつけて降りた、海に浮かせた、小池、これぞ東京ヴェルディ0対2。いやー原さん、見事なパスを感じたね。スタートは左サイドで、まあ、はい、前が上がってます。ちょっと時間がかかってしまった。真ん中が小池、勝ちたですかね、逆サイド勝ちたですね。あそこ、まあ、ターゲットはベルディを攻撃3枚いたんですけど、この逆サイドなんですけど、ディフェンスが、まあ、突きに行った分、大裏の小池の分に足らなかったんですね。はい、左側に対して、あー、裏取った、あー、小池純喜が抜け出した、小池のシュート、2戦目、前半のうちにこの小池純喜2ゴール。
がいい形でフィニッシュまで持っていき、ベルギーゴールのゴールキックでスタートした今の時点の流れなんですけど、今度待てワンスパッツを置いて落ちた、そして後ろから7番のクロス、うわー小池素晴らしい攻撃で東京ベルギーが5点、はい、予測あと距離感というのはこのシーンに全て伝わってましたね、はい、抑えのキーパー小池純喜の3点目のゴールで東京ベルギー大量5得点です。のこぼれて小池逆にカウンターシチュエーションになって小池が抜け出していった、小池先制は東京ベルギー、今シーズン14ゴール目、キャリアハイを更新していく小池純喜のゴール、いい奪い方ですよね。ここ駒選手トラップミスからね、あのバレてしまいましたけど、この藤川選手のパスが絶妙でしたね。中に折り返すのがシュートするのか微妙なところでしたけどね、見事振り抜いてリッキョル選手もまた振り抜きましたね、はい、次からベルギーは早生まれなんで、その辺りで代表選手になります。一応入れて小池来た、左足で2点目を叩き込んでいきました。これで今シーズン15ゴール目、いや今の左足は難しかったと思いますけど、やっぱりこの梶川選手が来ましたね、ここに入ってきたことによって左側の甲斐選手が中に絞らざるを得なくなった。梶川選手当然後ろ見えてますからね、この足を消したところで、まあ、小池選手もいいコースを蹴りましたね、はい、カレーバが自ら言いわすスラロームでいった、そしてシュートまでいって決めてきました、ホットトリック小池純喜、ハットトリック達成。いや、ここのカライバスミスのパワーとスピードですよね。コーナーの様子を交わしましたね、はい、最後レースに見てましたね、まあ、小池選手もよく決めてましたし、そうですね、まあたくさんあるんですけど、まあ2つですかね。1つはあのレイソル戦、ホームのレイソル戦のベルディに帰ってきてのファーストゴールと、あと琉球戦の1点目ですね、まあ、カジが出してくれたパスなんですけど、まあ、日頃の関係性も含め、まあ、あのゴールが10点目だったので、まあ、そういう意味では、まあ、カジがちょっと取らせてくれたのかなじゃないですけど、まあ、そういう意味ではその、まあ、中でもその2つのゴールが、そうそう、嬉しいゴールでしたね。さあ今度はベルディダイレクト裏へ小池純喜、チャンス小池だ、ゴールイン、ゴールラインを越えました、得点認められました、あっという間にベルディ追加点。小池選手のスピードが生きたシーンでしたね。前が上がってます、時間がかかってしまった。あ、時間がなかった、小池、小池純喜の先制ゴール、東京ベルディ先制。いや、ワンパンされたら勝ちなんですかね、逆サイド勝ちですね、あそこ、まあ、ターゲットはベルディの後ろ3枚いたんですけど、ここの逆サイドですけど、そうす、まあ、いろんな方にそれは言われるんですけど、まあ、そんな欲張っちゃいけないなとは思ってるんで、まあ、とりあえず、まあ、今年1年戦えたので、まあ、しっかり、
まあ、休んで、まあ、またこう自分の中でもこう振り返って、まあ、また成長できるようにやっていきたいですね。